やりたいこと。あーお、にゃんにゃんにゃん。あちゃねのかずきでーす。まんでーす。おしりでーす。はい、あら、本日はなんだろうこれ、かわいいの来ちゃって、あれ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 、今日はエプロンなんか来ちゃってるんですけど、はい、今日の企画はレシピを見ずにお菓子作ってみよう計画でーす。作ってみよう計画、初のクッキング動画ですよこれ。おーすごい。ちなみにオシ、今日用意してくれたものは何ですか？はい、重曹、小麦粉、チョコチップ、卵、三温糖、はい、とピーナッツバターでーす。はい、これで何を作ってほしいんですか？今回はですね、バレンタインも近いということで、はい、ピーナッツバタークッキーを作っていただこうと思っております。おー、はーい。ちなみにお菓子作ったことある？クッキーはあります。え、クッキーはある、クッキーはある。え、クッキーだけ？クッキー以外は失敗しました。あはん。え、クッキーじゃあ今日あはんって。え、でもなんかいつも作ってる材料じゃない気がする。そうだよね、重曹ってさ、なんか掃除に使うやつじゃないの？そうそう、なんか磨くやつじゃなくて。そうだよね、食べられるやつよ、食べられる。ちなみに僕は作ったことがないんですよ、お菓子を。なぜならば甘いものが苦手なんです。そうですよね。あ、そうだった。はい、まあ、当店にはですね、とっても有能なバルミューダのオーブンレンジがございますので、機材は完璧に揃っていると。そうですね。あとは腕前ですよね。今回僕とワンちゃんがレシピを見ないで作ったクッキーを、オッシーと、あちらにいらっしゃいますね、コルト君ってお客様が、食べてどっちが美味しいかを判定して、まずかった方がお酢を飲むということになっております。イエーイ。じゃあ早速作っていきましょうか。はい、はい、それでは行っていきましょう。じゃあ作っていきましょうか。お願いします。まな板にクッキングシートを引こうかな。こういうのさ、かっこよくできるといい、かっこよくなって、シャーンってこういうの綺麗に取れるじゃん。うん、おー、あ、いいじゃないですか。綺麗綺麗、決まってる。決まってる決まってる。ちょっともたついた、もたついた。泣いちゃう、泣いちゃう。泣いちゃう、泣いちゃう、泣いちゃう。砂糖でできてるのね、クッキーって。砂糖ね、わかんないわかんない。え、違うっけ、あの茶色いのってこの色じゃないの？あー、どうでしょう、それは。違う。じゃあね、まずは砂糖を入れました。これにこのチョコチップも使うんだよね。チョコチップも使います。まあ、チョコチップはまあ言ってお好みでって感じなので、砂糖を入れて、はい、おー、これさ、でもさ、お互い作り方見たらダメじゃない？あの、お互いこれが見えないようにですけど。あー、なるほど、うん、はい、じゃあ僕も入れます。はい、砂糖入ってますね。量が少ない気がする。卵も。なるほど。卵2個目投入。なんか水分が足りない感じするんで追加入れます。ね、なんかちょっと硬い感じです。いいですね。あ、そう、使ってなかったこれ。これ何？小麦粉です。小麦粉はさ、はい、つなぎみたいなもんだもんね。ハンバーグでも小麦粉はつなぎじゃん。ハンバーグに小麦粉入れます？パン粉だ。パン粉。びっくりした。なんか僕が見てきたあれに近づいてきた気がする、色的には。あ、すごい。じゃあこれ何、いつ使うの？重曹です。いつ使うの？今、今でしょ。なんだっけこれ、古くない？すごくない？これ掃除以外で使うんだ。なんで笑ってんの？違う、全部入れない。え、それはちょっとあの、お楽しみですね。あとの重曹で何、そもそもぽい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 。ほら、え、いいの、そのシャカシャカ。ダメだよワンちゃん、シャカシャカあげない。欲しい、シャカシャカ。重曹ちゃんいるから、はい、チョコチップ豆乳。見えるかな、見えるかな、見えるかな。甘い。あ、ろで、うわ、すごいよ、見て、こんな綺麗な感じで。コシーって甘いのが好き？甘いの好きです。これって多分なんかあんまりさ、入れないと味がしないイメージがある。こういうのって、ってますね。これほど入れました、投入されました。何これ、ピーナッツクリーム？ピーナッツバター、これピーナッツバター。
あ、あ、いい、あ、すごい匂いする。美味しそうでしょ。ランチパックのやつの匂いする。あー、わかるかも。小麦粉を再度投入してみました。はい。あー、すごいすごい。まずきさんすごい、なんかぽい、ぽくない、ぽい。こっちはもう出来上がってきたよ。本当ですか。ワンちゃんがワンワンやってる間にね、ワンちゃんがワンワンやってる間にワンワンやってる場合じゃないよ。すいません。ピーナッツバターといえばパディントンベアですよね。なんかたまにさ、そういううんちくおじさんみたいなこと言い出すよね。何々といえば何々で物知りなんよね。そうなのかな、うん、あ、でもなんか二人ともすごいいい感じになってるような気がする。本当にちょっと簡単すぎたんじゃない、惜しい。これは、いいえ、そんなことはないですよ。ここで僕はチョコチップを、あ、そうだ、入れてなかったんです、うん、そういえば今から入れる。ありがとう、使ってくれて。チョコチップも、え、すごね、全部使ったの。え、かずきさん、入れますよね。半分も入れてないんだよ、俺。じゃあ上のやつ、じゃあ削ってください、これ。いいよ、ワンちゃん。でもシャーハピしましょう、ちょっと。いい、君のチョコチップなんかいらないよ。あ、すいません、ちょっと。ちょっとバレンタインデーの思い出とか言おうよ。あ、じゃあ、え、バレンタインデーの思い出をちょっと言ってって。なんか、一番最初の彼氏付き合った時に、まあ、バレンタインデーが来て、で、僕の働いてるお店の近くの店で、バレンタインの催事コーナーができちゃったんですよ。催事のコーナーができてたよって話をしたら、なんで買ってきてくれないのって言われて、うん、結構なんか、ふざけてとかじゃなくて、結構ガチめな感じで言われて、うん、いや、ごめんみたいな感じで、じゃあバレンタインデーの時いらんのみたいな感じに言ったら、催事コーナーがまずできた時に1個と、バレンタインデー当日にもう1個欲しいって言われて、そんな欲しがりさんなことある、ね、みたいな。たぶきさんあるんですか。俺ね、バレンタインデーすごいロマンチックなことしたことあって、すごい、あの初期のテラスハウスが映画化されたの。僕の前働いてたお店も、その彼氏とかとのデートの約束とかで休みを取らせてくれるママで、あー、優しい。そう、だからこう土曜日だったんだけど、彼氏とバレンタインデーで彼氏とそのデートしたいんで休んでいいですかって休ませてもらって、でテラスハウス見に行ってさ、テラスハウスでプロポーズするシーンがあったのね。海辺にキャンドルをバーって並べて、その先に婚約指輪があるみたいな、すごいっていうシーンをバレンタインデーに私は再現しました。すごいロマンチック。それを見に行った後にダッシュで準備してっていう素敵な思い出。素敵。それは家のドア開けたらキャンドルがバーってあって、その先にこうプレゼントポンって置いてある。なんか前、あの目隠しして車に乗せられてどっか連れてくれる、ね、あ、そう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 、それもあった。なんか仕事終わって疲れてて、ただ出かけようって言われて、はい、車で寝てていいからって言われて、うん、寝て起きたらなんか長野かなんかどっかで足湯があるからみたいな、はい、で足湯使ってたら花火ゴーン。すごい、何これみたいな。なんでって言ったら、いや、和樹週末花火とか行けないだろうから。いや、素敵。もう大好きだったじゃん。まあ、そんなこんな言ってて出来上がった気がするんだけど、はい、なんかいい感じになってますね、うん、でもすごい可愛くない、なんかほら、チョコチップクッキーみたい。チョコチップクッキーやった、これはい、これでハートとか作るんでしょ、みんな。俺もハート作ってるよ。可愛い。え、僕もハート作ろう、じゃあ。それでは焼いていきたいと思います。できました。うわー、焼き上がりましたよ。焼き上がりましたよ、はい、どうですか、工程を見てて。工程を見ていて、はい、何か不安でした。大いに。本当に。ちなみにどこが不安でしたか。まあいろいろあるっちゃあるんですけど、はい、一番は重曹の量ですね。あれって何なの、ちなみに。ふくらし粉です、あれは。あの生地を膨らませるために入れるものですね。あれで何なの、じゃあ全部入れちゃダメだったってこと。まあそういう人は未だかつて見たことはない。ちなみにあの量だったらティースプーン一杯ぐらいが適量ですね。うちらやばくないですか。じゃあ同時に見ちゃう。そうですね。そうですね。せーの、じゃん。大変。すごいです、これはクッキーとクッキーなの、これ。美味しそうっちゃ美味しそうだよね。こんな感じになってます。パンみたいな。まずはじゃあワンちゃんの方から食べていきましょうか。ハートいただきました。あ、でもクッキーだね、うん、はい、いただきます。うん、うん、うん、あの
全部持ってかれる水分、うん、水分がね見た目は悪くないんだけどね、うん、ちょっと重曹かな、うん、だと思う。ちょっと薬品感あるよね、うん、これが半分の重曹の味です。変な味、大丈夫、重曹ってなんか入れすぎても死んだりとかせえへん、うん、うん、でも好きな人が作ってきたら可愛いなと思って、うん、全部食べられる、うんうん、大人の味ですね、うん、えあ、全部食べるの。いいいいや、とりあえず全部食べて、どうぞ。はい、かずきさんもよかったです。そうだね。食べる。すごいじゃん。それではじゃあいただいていきます。いただきます。待って。ああ。これ食べてるよ。いや。これさ飲み込んだ時すごい、飲み込んだ時すごくない？うん、これ食べていいの？膨らまない？信じられない味がする。やばいやばいね、これ飲み込むためには。はい、ということでね、私が負けたわけですよね、これきっと。まあ、あの判定は、審査委員長のコルトさんに。あちらが審査委員長だった、私は。どっちが美味しかったですか？クッキーっていう面でやっぱ近かったのはワンちゃん。おー、うーん、ワンちゃんですね。じゃあ別の部門では、別の部門、こう動画として楽しくなったのはもう佐々木さん。ということでね、私とワンちゃん1貫ずつ獲得したので、はい、はい、ここはお尻にお酢を飲んでもらいたいと思います。え、はい、嘘でしょ。そうですよ、ね、そういう店なんで、この店はね。そう、どうぞ、はい、いただきます。すごい、もう今もうめっちゃ気持ち悪いよね、本当に気持ち悪い。ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。高評価、そして拡散よろしくお願いします。またね、バイバーイ、はい。